こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題もバフェット語録、ウォーレン・バフェットさんの語録の中から、名声を築くのには20年かかるが崩すのには5分とかからない、もしそれをわきまえていればあなたも行動を改めるでしょうということで、4つのテーマでお話をしていきます。1つ目、日本は特に信用に厳しい国。2つ目、経営者や芸能人も貧困法制でないと消えていく。3つ目、誠実に親切に丁寧に生きること。4つ目、仕事ができることよりも愛されて仕事をしてもらえる方が大事ということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今日もバフェット語録を見てですね、私がどういう経験をしてきたか、どういう考え方を持っているかを、お話をしていきたいと思います。で、1つ目、日本は特に信用に厳しい国ということで、まあ、名声を築くのには時間がかかると、下積み時間がかかると、いろんな時間がかかるんですけど、崩すのには5分と、かからないということで、まあ、これ特に日本っていうのは信用に厳しい国だというふうに私は思ってます。なので時間にルーズだと非常に嫌われる、約束を守らないと嫌われるっていうのが日本だと思います。なので、まあ、海外に行くと一番顕著だと思うんですけど、もう遅刻してくるのはもう当たり前の人がいる、約束したけど口約束だと、そんなこと言ってないとかやってないとかっていうことも、多々としてあるんですけど、日本っていうのは割と契約書なしで言った言わないベースの話ですらまかり通るっていうのが私の中での日本です。もちろんビジネスやっていく中では契約書をやらないとダメなんですが、売る側と買う側も結構この信頼関係で成り立っているのが日本という国だと思います。で、もう電車とかの時間がここまで正確な国はおそらく日本以外にはありえないと。でバスとかはもちろん道路の交通事情とかがあるから多少遅れたりするんですけど、これもそれほど大きなズレがないので、このように日本っていうのは、信用にすごく重きを置かれた、国だというふうに思います。まあ、昨日も EV ですね、電気自動車のテレビ、まあ、私はテレビ見ないのでスポットのものを妻がこれ見といた方がいいよっていう録画をたまに見るんですが、まあ、今電気自動車流行りなんで、その動画というか録画を見ていたんですが、社名出していいのかどうかわかんないですけど、日本電産の、モーターを中心とした部品を中国のメーカーさんに、今交渉してる、その場面があったんですが、中国の方はもう部品が足りないから半年前倒しで入れてくれっていう交渉ごとだったんですね。で、まあこれ何万もの単位だから、半年後の計画のものを前倒して入れるっていうのは非常に難しいんですが、これをこの日本電産の多分専務の人だったと思うんですけど、もう OK とやりますっていうふうに言い切ってたんですね。なのでこの信用に厳しい日本がやるって言ったら 100% やるので、これは非常に素晴らしい約束をしてるなっていうふうに見てました。で、私が思うには、ただこれ日本じゃない国がやりますって言っても本当にやるかどうか分かんないっていうのが、日本とそれ以外の国の力の差だというふうに思います。で、2つ目、経営者や芸能人も貧困法制でないと消えていくということで、まあ、特にこれ芸能界ですよね。もう政治家のところもそうだと思うんですが、特にこの発言を失敗したり行動を失敗したり、まあ、これいいかどうかわからないですけど、トイレで何かをしてしまった芸能人の人とかですね、失言をしてしまった元総理大臣とか、すごく回っていた YouTube で失言をしてしまった、ある元、まあ、芸能人、本とかも出してる方とかは、別に私はそれがとてつもなく悪いこととかっていうふうには思わないんですが、やったことというよりかは失敗したことってことですね。ただこれも非常に今 SNS とマスコミに抹殺指令みたいなのが出てしまい、道を外れるとすぐ消えてしまうので、ここ本当に貧困法制にしないと、まずいと。だから
もう本当に何年もかけて売れていたのに、テレビのレギュラーが7本とか8本とかあったのに、たったその1回の失敗をもとに、まあそれこそ何分何時間の失敗で全てをおじゃんにしてしまったりするので、まあこの行動を改めるっていうのをやっていかないと本当いつでも消えちゃうかなというふうに思います。で3つ目、誠実に親切に丁寧に生きることということで、まあこれ私の3原則はクイックレスポンス、親切、丁寧っていうのが私の3原則。まあ誠実っていうのは、まあある意味当たり前だと思ってるので、まあここを踏まえて、まあビジネスをやっていくっていうふうにすると、もしくは人生を生きていくっていうふうにすると、非常に月が回るかなっていうか、まあ信頼が積み上がるかなっていうふうに思います。なのでまあよくこれコンサルの時とかはもう言うんですけど、私はこういうお客様に対しても非常に親切に丁寧に対応しますっていうことをよく言うんですけど、ある意味身勝手、それこそ時間がめっちゃ遅れてログインされたりとか、いろんなことがこのあるんですが、それでも親切に丁寧にやるっていうふうにするといいかなという感じです。4つ目、仕事ができるよりも愛されて仕事をしてもらえる方が大事ということで、まあ仕事ができる人っていうのはいっぱいいるんですけど、それよりも性格が良くて、さっきのように誠実に親切に丁寧に、クイックレスポンスはその人できないかもしれないですけど、生きていると愛されキャラになるので、そうすると仕事が回ってきやすくなると思います。まあ仕事が回ってくるっていうことは金運が上がるってことなんで、お金も増えていくので、まあ今言ったように、まあこの行動を改める、バフェットさんで言う名声を築くために行動を、今の誠実、親切、丁寧、クイックレスポンスっていうのをやっていくと、非常にうまく人生が回るのではないかというふうに思います。そろそろまとめですね。今日はバフェット語録、名声を築くのには20年かかるが、崩すのには5分とかからない、もしそれをわきまえていればあなたも行動を改めるでしょうということで、私の見解です。1枚目、日本は特に信用に厳しい国なので、もう言ったことはやるっていうことが日本っていう国なんで、言ったことをやらないっていうのは本当に危ないなっていう感じです。まあ、これもよくあることだと思うんですけど、言ったことはやるっていうふうにしていった方がいいと。2つ目、経営者や芸能人も貧困法制でないと消えていくということで、まあ、政治家もそうですね。自粛期間中に飲み食いしてるだけで叩かれますし、飲み食いしてるのがいいとか悪いとかを飛び越えてですね、今は飲み食いしてますけど、やはり貧困法制でないと消えていきやすいんで、応援が入りづらくなるんですね、貧困法制でないと。まあタレントだとテレビ CM からすぐ干されたり、スポンサー契約下ろされたりするので、やはり企業、お金を出す側っていうのは貧困法制を求めてると。イメージがいい、約束を守る、あなたをキャラに使うと物が売れるっていうことが大前提なので、そのように普通の一般人もやっていく必要があるかなという感じです。で3つ目、誠実に親切に丁寧に生きることということで、これもいつも言ってる通りなんで、本当に約束を守る、親切に丁寧にしましょうと、そういう人が少ないってことなので。4つ目、仕事ができるよりも愛されて仕事をしてもらえる方が大事ということで、やはり性格大事なので、この時代特に性格大事になってきてます。もう勝つことよりもいいやつの方が大事という時代に多分入ってきてると思うので、ぜひそのようにしていくといいかなという感じです。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとチャンネル登録、こちら右下に赤いボタンが出てると思うので、 YouTube のチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただければと思います。あとコメント欄に質問とかご感想とかいただけると、新しい動画作りのヒントになるので、ぜひうまく使っていただければと思います。あと動画の最後の方に QR コードが出てまして、これ LINE に登録するための QR コード、あと概要欄に URL が出ています。パソコンとかタブレットでこの YouTube を見ていただき、最後の QR コードをカメラでスキャンすると LINE の登録できるので、ぜひそのように使っていただければと思います。私から週1回ニュースレターが届きます。あとおすすめコインたまにご連絡してます。あと動画が1本ついてまして、動画は最後まで見た人に私と30分間 Zoom オンラインで個別相談というのをやってますので、ぜひ個別相談の方もうまく使っていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。